はい、皆さんこんにちは、しば時計です。今回ですね、チャンネル登録が600名様を超えましたので、その記念動画を作っていきたいと思います。今回の動画ではですね、皆様への感謝、しば時計動画サボりすぎ問題、上がり時計の考察、そして最後にインスタグラム写真紹介第2回目のご案内をしていきたいと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。今回ですね、8月に発売されますメタルカシオークにちなんでですね、私の持っているカシオーク、そしてカシオスタンダードともですね、コラボしますパックマンの時計が8月にまた発売されますので、これはですね、タイメックスとパックマンのコラボなんですけども、この2本の時計を見ながら話をしていきたいと思います。はい、まずですね、皆様への感謝ということで、毎回こう節目節目でですね、記念動画を作らせていただいているんですけども、まあ、本当にこうたくさんの方にですね、支えられているからこそ続けられているチャンネルですので、しっかりとですね、感謝の言葉を伝えていきたいと思います。本当にですね、皆様いつも、動画のご視聴、そしてコメントやいいねといったですね、応援をしていただきまして本当にありがとうございます。本当にこう温かくですね、見守っていただいているようなチャンネルだなっていうふうに思いまして、毎回ですね、いろんな動画にこうコメントをいただいたりとか、こういう記念動画に対してもですね、おめでとうございますっていうですね、コメントをしてくださる方がたくさんいらっしゃってですね、本当にこう時計好きに悪い人はいないっていうぐらい、いろんな方にですね、こう温かく見守っていただけているチャンネルだなっていうふうに思います。まあコメントに関してもですね、私の方から返事をさせていただくこともあるんですけども、まあ、実際にこうリアルにやり取りをしてですね、よりこう深掘っていきたいような内容とかも結構見られますので、まあ、今後はですね、動画配信だけではなくて、まあ、ライブっていうのをですね、検討していって、リアルタイムでですね、皆様とやり取りをしていきたいなっていうふうに思っております。まあ、あくまでもですね、時計好きの素人チャンネルということで、まあ、時計好きな方とですね、つながっていったりとか、いろんな時計好きの方同士がつながれるようなですね、場所を提供していきたいなと思いますので、まあ、今後もですね、大きくスタイルが変わることはないと思うんですけども、まあ、飽きることも出てくるかもしれないんですけども、いろんなことにですね、挑戦しながら、どんどんですね、楽しい動画作りっていうのをしていきたいなと思いますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。はい。続いてですね、しば時計動画サボりすぎ問題ということで、まあお察しの通りですね、最近ちょっと動画の更新頻度が遅くなっております。まあ顕著にですね、チャンネル登録が400から500に行った時に動画投稿が18本で、500から600人に行った時に動画更新が8本っていう風に結果が出ております。まあ、記念動画を作った時期ってのがちょっと遅いので、まあ、明確な数字とはならないんですけども、まあ、明らかにこう動画の更新頻度が少なくなってるのは顕著に現れてるかなと思います。まあ、チャンネル登録者様がですね、増えてはいるんですけども、まあ、クオリティとか再生数とかですね、初期の頃からあまり変わってないかなっていうふうに思っておりますので、まあ、完全にこれは間違いなくですね、他のチャンネル様のおかげかなっていうふうに思います。YouTube の動画を見ると、こう、関連動画とかおすすめっていうのでですね、時計関連の動画が結構出てくると思うんですけども、まあ、おそらくですね、私の動画がそこにこう表示されてしまって、そこから見ていただいたりとか、そういうふうにですね、少しずつこうチャンネル登録者様が増えてるのかなっていうような、感じがしております。まあ、私はですね、コメントをしっかり返してから動画を更新したいなっていうふうに考えていまして、でそのコメント返しがどうしてもこう遅れがちになってしまって、後回しになっていると、結局動画の投稿がですね、遅れてしまうっていう現状がありますまあ、実際にもう動画は作っているんですけども、まだ非公開の状態の動画が実は5本ぐらいありまして、まあ、それをですね、1週間に1回ぐらいの頻度でこう更新していってるって感じですので、まあ、正直なところ最近動画作りがあんまりできていなかったんですけども、ちょっとずつですね、頃合いを見て更新していましたので、はい、まあしば時計さんちょっと忙しいんじゃないかとか、体調悪いんじゃないかって、もしかしたら心配されてる方いらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、すこぶる元気にやっておりまして、まあ、単純にですね、後回しにする性格が
出てしまって、ちょっと動画の更新頻度が遅れている感じかなっていうふうに思います。まあ、まだまだですね、話したいテーマとか、撮りたい動画っていうのはたくさんありますので、まあ、マイペースにですね、続けていきたいかなと思います。まあ、夏になってですね、梅雨が明けて、芝散歩の方もですね、行きたいなと思うんですけども、ちょっとあまりに暑すぎてですね、なかなか最近は外に出かけられてない状態ではあるんですけども、まあ、涼しい日とかですね、出かけていきたいなとは思います。はい。まあ、体調が悪いとか、やる気がないとか、そういうわけではなくてですね、まあ、単純にこうタイミングがないだけというふうに言い訳になってしまうんですけども、思っていただけたらと思います。なので、はい、気長に待っていただけたらなと思いますので、その方もですね、よろしくお願いします。はい。で、最後に、あとですね、上がり時計の考察っていうところで、まあ、増える一方なんですね、私。時計は手放さないですし、売ったりもしないので、なので、そろそろですね、上がり時計をこう、買って、まあ、ちまちまこう、安いというか、手頃な価格の時計ばかりをですね、買うのもやめていきたいなっていうふうに、ちょっと考えております。まあ、その候補としてはですね、まあ、ロレックスのオイスターパーペチュアル、新型のオイスターパーペチュアルとか、新型のデイトジャスト、DJ とかですね。あとは最近生まれ年の時計ってのもちょっと気になってきておりますので、まあ、そういったですね、自分の所有満足度が高い、時計をですね、もう買ってしまって、で、上がってしまいたいなっていうふうに、最近思うようになっております。とはいえですね、私の周りにはですね、実際にこう上がったっていう人の話を聞いたことがあまりなくてですね、Twitter のタイムライン上でも本当毎日のように時計が欲しいとか、これかっこいいとかですね、時計沼にどっぷりと私と同じようにハマってる方ばかりなので、まあ、実際にですね、上がった方の話とかもいつか聞いてみたいなっていうふうには思います。まあ、悩む時間もですね、楽しいんですけども、しっかりとですね、その辺も考えていきたいなと思いますので、まあ、そういった動画もですね、また作っていきたいなと思います。はい。で、最後にですね、インスタグラム写真紹介第2回目のご案内ということで、前回一度だけですね、インスタグラムの写真紹介っていうのをですね、させていただいております。1回目の時はテーマが桜ということで、3名の方にですね、ご参加いただいております。で、2回目のですね、ご案内の動画をこの後公開させていただきますので、まあ、インスタグラムにですね、テーマに沿った写真を、ハッシュタグ芝時計でですね、投稿していただいたら、私の方が集計して、動画で紹介するっていうかだけですので、ぜひですね、テーマに沿った内容、そしてその、話とかエピソードをですね、書いていただいて参加していただけたらと思いますので、まあ、小規模なチャンネルだからこそですね、参加しやすいかなと思いますので、まあ、他の、時計チャンネルとかでもよくやっているインスタグラムの紹介なんですけども、まあ、ちょっと有名すぎてですね、私はなかなか参加ができないので、まあ、あえてこう小規模なチャンネルだからこそこう気軽に参加できるかなとか、しっかりと紹介もさせていただきたいなと思いますので、ぜひですね、振るってご参加をしていただけたらと思いますので、動画の方、ご視聴いただいてですね、インスタグラムにて写真の方を投稿していただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。まあ、具体的な投稿方法に関しては、その動画、もしくは私のインスタグラムにもですね、投稿させていただきますので、そちらの方参照していただいて、わからないこととかあればですね、ご質問ください。はい。というわけで、今回ですね、チャンネル登録600名様記念ということで、ちょっと足早になって話してしまったんですけども、今後もですね、元気よく、そして時計好き素人としてですね、時計愛にあふれたチャンネル作りをしていきたいと思いますので、ぜひですね、今後ともよろしくお願いいたします。はい。というわけで、今回は以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、失礼いたします。